先頭の席のお客様は次のご案内まで少しばらくお待ちください。わかりましてお客様のお呼び出しをいたします。本日お子様一人でご出発の野口様、野口由良様、岡松様、岡松レオ様、大変恐れ入りますが、いらっしゃいましたら5番搭乗口係員までお知らせください。松山へご出発のお客様へご案内いたします。13時10分発松山行き3599便はただいまご利用のすべてのお客様を10番搭乗口より飛行機までの連絡バスへご案内しております。松山へご出発のお客様はどうぞ皆様10番搭乗口よりご搭乗ください。
妊娠中のお客様、係員のお手伝いをご希望されるお客様はご担当所口よりご登場ください。Thank you.
発便遅延のご案内いたします。宮崎行き ANA4957 便は使用いたします飛行機の到着が遅れておりますため、皆様のご出発が15分遅れる見込みです。新しい出発時刻は14時、宮崎空港到着予定時刻は14時40分です。当便ご利用の皆様へは大変ご迷惑をおかけいたしますが、次のご案内まで10番搭乗口付近でお待ちください。大変長らくお待たせいたしました。スタートライアン46便、 ANA3846便をご利用の皆様、5番搭乗口よりご搭乗ください。本日は皆様の機内へのご案内のためにご出発が遅れますことをお詫びいたします。
ット下よりご案内が送りとります。成田国際空港への出発のお客様へ搭乗口変更のご案内を申し上げます。定刻11時昭和発 GK504 便成田行きは当初一部のお客様に搭乗口を3番とお伝えしておりましたが、搭乗口が3番から41番へと変更となっております。当便ご利用のお客様は恐れ入りますが、搭乗口41番付近にてお待ちください。
ready for boarding. To ensure a smooth boarding process, we would now like to invite the passengers seated window seat alphabet A and F to board at this time. より帝国11時発 GK504 便成田国際空港行きをご利用のお客様へ出発便遅延のお知らせと並びに搭乗口変更のご案内いたします。ジェットスター成田国際空港行き、帝国11時発 GK504 便成田国際空港行きは本日乗員繰りのため皆様のご出発が約2時間45分遅れる見込みでございます。ただいまのところ当便の新しい出発時刻は帝国より2時間45分遅れの13時45分、午後1時45分を予定いたしております。また当便遅れに伴いまして、当初一部のお客様に搭乗口を3番搭乗口とお伝えしておりましたが、変更となりまして41番。当便は本日41番バスランチ内からのご出発を予定しております。当便ご利用予定のお客様へは大変ご迷惑をおかけいたしますが、どうぞご了承の上、41番バスランチ内にてお待ちください。本日は皆様にご迷惑をおかけいたしますことをお詫び申し上げます。
本日は皆様のご出発が遅れますことを深くお詫び申し上げます。
13時55分発出雲行き日本エコミューター3555便はこれよりご利用の皆様を飛行機へと向かう連絡バスへご案内いたします。どうぞ10番搭乗口よりご搭乗ください。
最終のご案内をいたします。13時55分発出雲行き3555便はただいま10番搭乗口よりご利用の皆様を飛行機へと向かう連絡バスへと最終のご案内中でございます。当便にて出雲空港へご出発のお客様、大変恐れ入りますがお急ぎ10番搭乗口よりご搭乗いただきますか、お近くの日本航空係員までお知らせください。なお当便はあと4名のお客様をお待ちしております。出発が大幅に遅れておりますジェットスター成田国際空港行き定刻11時ちょうど発 GK504 便はただいまご利用のすべてのお客様を飛行機へ向かう連絡バスへとご案内いたしております。ジェットスター成田行き11時ちょうど発 GK504 便ご利用のお客様は1階バスラウンジ41番改札口よりご搭乗ください。
在新潟航空からご出発のお客様へご案内いたします。ご案内に遅れております。時刻13時54分発富士の今ラインで505便、日本航空3525便、新潟行きはただいまより皆様機内とご案内いたします。新潟空港へご出発のお客様、どうぞお手元に到着をご用意の上、搭乗口3番、搭乗口3番でお進みください。本日は、本日緩和にご理解、ご協力ありがとうございます。また重ねまして、本日使用いたします航空機到着が遅れましたため、皆様の機内のご案内、並びに出発が遅れましたことを深くお詫び申し上げます。
最新のご案内申し上げます。定刻18時15分発中国の東京マリラ国際空港行き DK508 便は間もなく出発いたします。当面で東京マリラ国際空港へご出発のお客様は大変お座りにますが、お急ぎ2番搭乗口よりご搭乗ください。14時20分発3番行き3515便はただいま